やっぱりみんなそれぞれですね、自分の国の選手の応援でですね、時間的に余裕のある選手はですね、会場に来て声援してますよ。アメリカのペアです。ティファニー・スコット、フィリップ・デュレボン。まあこのペアは、要するに右利き左利きっていう形でいくとですね、普通のペアと逆の方向で滑る、はい、だからこういうペアはですね、普段の練習の時は難しいんですよね。だいたい右利きの人が多いから、どうしても反対、時計と反対回りでみんな動いてる、ほらこの人たちは時計回りでやりますから、ぶつかる可能性があるわけです。そうですよね。ですから普段の練習の時は大変なんですよね。この組はジャンプが問題だったんですよね。とても良くなりましたね。今のジャンプなんかでも2人のタイミングがもう本当にいいですね。それで準備動作が非常に短くて飛んでる、これは高く評価できますね。ラストサイドからのラストで、アクセルっていう取り方ですが、非常に高く評価していいんですね。で今の変化して降りてますから、スタートはいいですね。スロージャンプ、サルコですね。もう一つですね、今の角度で見ると足の開きが十分でないという形になりますね。ですからそれが見る角度でどうかっていうところですね。こういう角度で見ると2人が揃ってるっていうのがよくわかりますよね、シットから入って足を変えてキャメルポジション、これちょっとポジションが違うように見えるんでしょうか。というのは顔の位置なんですね。顔の位置を後ろに向くのと、それから反対向くのと、上向くのと、ずいぶんポジションが変わるわけですよね、印象は。だからこのペアは首の位置はまた違う位置で動いてますから、もうちょっと低いポジションになるともっといいんですけどね。無難にまとめました。どっちかというとセカンドマークのいいペアですからね、今のでもそうですね。技術的に言うとツイストやなんかはもうちょっと高さがあればいいんですけど、去年あたりから比べると全体の、力はその向上してますね。こういうジャンプなんかも先ほど申し上げましたけど、とても2人のタイミングも良くなってるし、そのコントロールも良くなってる。これがサイドからのラッソーリフトですね。横からの方が持ち上げていくのには難しいんですよね。塔をついて飛ぶ、上げていくものと、それからステップインという前は言ってて、今最近はステップアップっていうような言い方なんですが、踏み込んでいくタイプと、この3つの飛び方あるんですけどね。全体としては非常にいいユニゾンですね。ペアとしてはいいペアですね。足変えてからのシットからこのアップライトのスピンは非常によく2人のね
バランスが取れてるんですが、最初のキャメルの時に少しね、あの違いが出ましたけど、はい、でも全体としては自分たちの力を出し切ってるんじゃないですかね。そうですね。このペアは全米選手権では第2位でした。エレメンツの得点が出ました。下は4点台、4.8 が1つありますが、他は5点台、上 5.6 まで出ています。そしてプレゼンテーションです。こちらは4点台なくなりました。 5.7 が出ましたね。まあこれはすごいって言っていいのか、高いって言っていいのか、よく思い切って出してますね。アメリカのティファニー・スコットと